こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマバイスファルサ第1話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。久しぶりに GMMTV のドラマのレビューをしますね。そういえば、はい。このバイスバルサなんですけど、まずその原作がトゥギャザーなどの名 BL ドラマと同じジッティ・レイン先生っていうことで、もうまずストーリーめっちゃ面白いですね。うん、何の気なしに見始めたらめっちゃ面白いやんと思って、なんかさすがというか安定のジッティ・レインクオリティって感じです。うん、で映像もすごく綺麗ですね。うん、あの監督は、確かそのオフガンが主演している、セオリーオブラブの監督さんですね。うん、セオリーオブラブ もうすごい映像が美しかったじゃないですか。うん、なので今回 もう期待していいと思います。で、今回はその SF なんですよね。ジャンル的にサイファイですよ、サイファイ。少し不思議なお話です。うん、でジッティ・レイン先生の作るストーリーって、そのいつもすごくギミックが効いているというか、そのコンセプトがはっきりしているっていうのも特徴だと思うんですよね。トゥギャザーだったら、その、まあ、ジッティ・レイン先生自身がすごいファンだったスクラブっていうバンドの曲が毎話毎話そのテーマになっていて、でセオリー・オブ・ラブだったら、まあ、映画ですよね。すごい有名な映画をモチーフにして毎回毎回そのお話が進んでいくっていう形になっていました。でそういうのがあるんですけど、今回は、まあ、多分色っていうのがその毎話のテーマになってるのかなと思います。多分今回の第1話はそのオーシャンブルーがテーマカラーになっていて、その、まあ、内容的にもね、その海での事件というか事故からいろんなそのストーリーが始まっていくっていうのもあるし、キャラクターが着ている衣装もみんな青系の色だったりとかですね。うん、なのでその、まあ、色彩設計、うん、にすごくこだわりを感じるドラマです。というのもその主人公のタレ、あそうタレも海っていう意味の名前なので、それもあるのかもしれない。初回がオーシャンブルーなのはね。うん、で、あそうか、そのキャラクターの名前はタレーだし、それを演じているのはシー君って、もちろんこれも海って書いてるので、そういう意味でもね、すごくこう海にまつわるお話なのかなっていう感じですね。うん、まあ、日本語にしたら多分カイ君になってしまうんですけど、まあ、別に日本語にする理由はないんですが、うん、まあ、とにかくその、タレーのお仕事がカラーリストなんですよね。うん、でこのカラーリストっていうのが、まあ、映画とか その映像の色彩設計とかその色の調整をする人なんですけど、まあ、私はあんまりこの辺詳しくないんでこ うまく訳せないんですけど、まあ、色彩設計とかでいいのかな。うん、まあ、とにかくその色へのこだわりを持っている人物であるということなんですね。それでこのタレー君だけじゃなくて、今回メインのキャラクターというかそのお話の舞台が、まあ、映画業界なんだと思うんですよ。うん、シー君が演じているタレーはカラーリストで、相手役の、ジミー先生が演じているプーンは、大スター、スーパースター、いや待て、スーパースターっていう職業はないので俳優かな、そう人気俳優のプーンさんっていうのがいて、で、でもなんかちょっとあれですよね、人気俳優のくせになんかトイレで知らない人に話しかけられてもすごいフランクに返してくれるめっちゃいい人ですよね。うん、でもねタイの俳優ならあり得るなとか思っちゃったんですけど、うん、でそのもう一組の、ま、カップルと言っていいのかちょっとまだ定かではないんですけど、オウムとナノンが演じている、2人がいますね。彼ら出てくるんですけど、
オウムくんが演じるテスっていう子はその映画会社の社長の息子、うん、まあまだ大学生ですね。で、ナノンくんが演じる、タン、タンパコンは脚本家ですね、うん、なのでそのみんな映画業界の人たちっていうことになると思うんですよね、ざっくり。まあそんな感じの、キャラクター、そんな感じの舞台になっているわけです。うん、でとりあえず1話のストーリーなんですけど、まだねちょっとその全体の導入っていう感じで、BL 感はねそこまでなかったかな。うん、まあ何ですか、お決まりの顔近すぎ問題っていうのはあるんですけど、うん、いやめっちゃ近いみたいな。もうね好きとか嫌いとか関係なく、あんなに顔近かったらドキドキするわっていつも思っちゃうんですけど、うん、まあとにかくその辺でまあ BL 感を出してるっていうのはあったんですけど、まだそのなんていうんですか、特にメインの、2人の間にはちょっとそこまでラブ感はないですね。うん、まず主人公の、タレーが、まあ、カラーリストなんですけど、その大手の映画制作会社にその就職面接を受けに行っているところから始まります。で、彼の周りの友人たちもおそらくその映画とか映像関係の仕事をしていると思うんですが、ちょっとした偶然からそのタレーはですね人気俳優のプーンと、まあ、関わりを持つことになります。まあなんかすごい人気の、スターなんだけどすごくこう感じのいい人だなみたいな風に思っていたところに、面接のその結果が来て、で見事、希望していた会社で働けることになったわけなんですが、なんと、タレーはフーンにもその後すぐに海で溺れてしまうんですね。そして次に目が覚めたのはもう病院のベッドの上で、どうやらその命は助かったみたいなんだけどちょっとおかしいぞと、うん、周りにいる両親とか友達がみんな知らない人ばっかりっていう風になってるわけですよ、うん、これ一体どういうことなんだっていう風になるんですけど、まあなんというかね、まあ、この辺がちょっとこう複雑というか演出的にも1話だと分かりづらい部分かなと思うんですけど、うん、まあそれだけちょっと変わった設定で面白いかなと思ったんですよね。うん、まずそのタレーは別人の体の中に入って目が覚めたっていうことですね。うん、で今のそのタレーの客観的な姿っていうのはオウムくんが演じているテスっていう全く別の人になってるわけです。だから周りの人からはそのテスに見えてるわけですよ。うん、でも中身はタレーなので、そのこのドラマの中ではそのタレーの姿でいることが多いっていうかね、うん、時々そのシー君とオウム君が入れ替わったりするんですけど、でも周りから見るとそのオウム君に見えてるってことですよね。この辺がねちょっと分かりづらかった最初。うん、でもその主観的にはその自分はタレーだから、まあ、基本的にはそのシー君の方が演じているわけですね。うん、そしてしかもそのタレーはただ単に別人の体に入ってしまったっていうわけではなくて、実はその別の宇宙に来てしまっているっていうことなんですよ。つまりパラレルワールドに来てしまって、そして全く知らない人の体に入っているっていうことなんですね。うん、なぜここがパラレルワールドだってわかるかっていうと、その例えばGoogle があっちの世界だとクークルになったりしてて、あとは向こうのタイだとその同性婚が認められていたり、お店で飲むお酒がそのビールよりもワインの方が安かったりとか、その微妙に元の世界とはちょっとこう社会の仕組みとかが違っているんですよね。うん、でなんかここでまさかのそのフォース君とブック君が亀尾出演していて2人がこう結婚しているっていうところが出てくるんですけど、うん、まあ、なんかまさにねその GMMTV らしいその遊びもしっかり入ってるなと思ったんですが、まあとにかくタレーはパラレルワールドに来て別人の体に入ってしまっているっていうことですね。うん、
で、なんとそのことをですね、全く同じ境遇の看護師さんに教えてもらうんですよ。すげえ身近にいるやん、同じ境遇の人って感じなんですけど、うん、まあそれでいろいろ説明をしてもらって理解したわけですね。うん、めっちゃ親切な設計になってるわけですよ、パラレルワールドが。うん、しかもそういう境遇の人が実は結構な数いると、うん、で結構な数いて、でなんかそこで集まって在別世界大市民協会みたいな、なんかそのちょっと秘密のコミュニティを作って助け合っているっていうことになってるんですね。うん、でそこでそのまあタレは元の世界に戻る方法っていうのも教えてもらっています。とにかくまずはそのポートキーって呼ばれる、自分とマッチする人物を見つけ出さなきゃいけないと。うん、でそのポートキーも、自分と同じく異世界パラレルワールドから、こっちの世界に来てしまっている人なんだけれども、その相手っていうのはそのペアになっていて、会えば分かるというか、なんだっけな、その目印としてなんか同じ場所にあざとか印があるんだみたいな話なんですけど、まあ、その人を見つけると、うん、で、その人に会うと夢を見るようになるらしいんですね。なんかそもそも、パラレルワールドから来てしまった人間っていうのは、こっちの世界では夢を見ないらしいんですよ。うん、だけどそのポートキーと会うと夢を見られるようになると。でその夢を見たら、まあ、どこかの場所の夢を見るらしいんですけど、目が覚めたらすぐにその場所に行けと、うん、でそうするとなんか元の世界に戻れるらしいということなんですね。うん、だからそのタレのそのミッションとしては、そのポートキーを見つけ出して元の世界に戻るっていうのが、まあ、第一優先なわけですよ。うん、でポートキーっていうのはその、まあ、今自分が入っている体、うん、この体の持ち主の身近にいる確率が高いっていうことで、まあ、自分はね、元の人物の記憶はないんだけれども、元の人物の周囲を、まあ、探せば多分ポートキーが見つかるんじゃないかっていう話、うん、なんですって。なのでタレはその、まあ、ポートキーを探し始めるわけですよ。まあそれでなんかあれこれ探してるうちに、その今の体の元の持ち主であるテスと関係が深そうな、タン、まあ、別名パコン、タンパコンにその目をつけるわけですね。なんかこいつすごくテスと関係がありそうだっていうことで、うん、でこのターンを演じてるのが我らがナノンくんなわけですね。うん、ここでねオムナノですよ、オムナノ再び。あのバッドバディの世界線とは全く違うんですけど、またそのオウムナノンの剣カップルがここで見られるわけですね。まあ、カップルかどうか知らないけど、うん、でもありがとう GMM って感じですよ。そうで、オウムナノンはさすがですよね。なんかそんなに出番は多くないんですけど、なんかさすがの存在感というか、なんか出番多くないはずなのにめっちゃいるって思いますもんね。うん、特にね今回はオウムくんですよ。うん、オウムくんはやっぱり演技すごいですね。うん、今のそのオウムくんの役割的にはですね、そのタレの入れ物になっているその体なわけなので、1話のオウムくんっていうのは戸惑っているタレをその演じてるわけですね。うん、まあ、おそらくその撮影というか演技のやり方としては、Cくんが1回演じて、でそれを見て、オウムくんがそこにかぶせた演技をしているんだと思うんですよね。うん、いやそれがねやっぱすごく自然にカットがつながるじゃないですか。あれがすごいなって思って、うん、あのもちろん C 君とオウム君だと元の顔の作り全然似てないんですけど、でも表情がバッチリリンクしているので、もう本当にすごいなと思って、いや本当すごいわオウム君。うん、で同じことをね多分今後、ジミー先生とナノンがやるっていうことだと思うんですね多分。
まだねジミー先生の演じているそのプーンさんは、入れ替わってないんですけど、今後多分次の話とかで入れ替わっちゃうと思うんですが、ここも見どころですよね。今ナノンが演じてるタンは、まあ、タンそのままなので、彼のキャラクターなんですけど、入れ替わった時にねどういう演技をするのかっていうのが、まあ、めちゃくちゃ見どころだと思います。いやーなんかね本当にすごいっていうか、これはあのナイスキャスティングですよ。やっぱりあの予告編を見てた時はなんでこんなところにオウムナノン使うのって思ってたんですけど、これはねやっぱ難しい役なので、オウムとナノンくらいしかできないんじゃないかっていう感じですね。で思ってたよりもそのオウムくんナノンくん出番が多くなりそうで、まあ、それもちょっと嬉しい誤算かな。メインの2人はまだ出会ったばっかりなんだけど、でもそのオウムとナノンのやっているテスト、タンの方はかなり因縁がありそうな感じですよね。なのでこっちの2人の問題を解決するのが結構大事なミッションになってくるんじゃないかなと思うんですよ。だけどその今のところそのタレイはねあのタンのことを全く知らないので、とりあえず彼に近づいていって何か情報を引き出そうとしているっていうところですね。だけどそのテスはなぜかタンにめちゃくちゃ嫌われていて、話もできないと、どうしようっていうところで、1話は終わっているわけですね。この辺のなんかめちゃくちゃ嫌われてる感じがめっちゃバッドバディと重なるわけですよね。何があったんだ一体っていう。まあそのテスとタンはなんて言うんですか、タイで一番の映画制作会社の御曹司と、まあおそらく駆け出しの脚本家っていう立場なので、まあなんかそれだけでもねすごくこうこじらせていそうだなと思うんですよ。昔は仲が良かったんだけど、でもちょっと何か事件とかがあってめちゃくちゃ仲悪くなっちゃった系じゃないかなって気がしますね。で今のところそのナノンが演じているタンはタンそのものなんですけど、まあ、どっかのタイミングでその他の世界から来たそのプーンと入れ替わっちゃうわけですよね。だからその入れ替わってしまったらもうテスもタンもあっちの世界に行っちゃってるから、二人の間に何があったのかっていうのを知ってる人がほとんどいなくなっちゃうわけですよ。もうミステリーじゃないですか。でなんかそれを解決しないと結局元の世界に帰れないとかっていう風になるんじゃないかなっていう気がします。ただなんかその入れ替わってるってことは向こうの世界にテスとタンも行ってるわけだから、あっちはあっちでね向こうで何してんのかっていうのめっちゃ気になりますよね。やっぱお互いがそのポートキーなわけだから、その二人もそのお互いを探さなきゃいけないわけですけど、そっちはうまくいってんのかいっていうその辺をどれくらい描かれるのかちょっと楽しみですね。いやそれにしても結構複雑な設定の SF をやろうとしていますよねきっと。でさっきも言ったんですけど、そのジミーシーとオウムナノンをこの裏表のように配役したのはすごい英断ですね。ほとんど新人の2人とその GMM 屈指の演技派の2人っていうのを配置したことによって、まあ、これが成り立ってるんだと思うんですよ。じゃないとその演出的にね最初のところで繋がんなくなっちゃうので、ここはオムナノの出番だってことになったんでしょうね。ただどうだろう、これからそのジミーが演じるプーンがこっちに来たらオムナノはあんまり出なくなる気もしますよね。いやーやっぱオムナノいるとそっちばっか見ちゃうっていうのもあるので、その辺はバランス取ってくるのかなっていう気がします。でもなんかもうストーリーが全然予測できない感じなので、やっぱ普通の BL ドラマとは違う、こうジッティ・レイン先生のストーリーテリングが光る作品になるんじゃないかなと思っております。
続きがめちゃくちゃ楽しみですね。ということで、第1話のレビューにお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ、続きもレビューしていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。